はい、ということで YouTube からの皆様こんにちは、ホイッパーの中村です。ちょっとね、今回インテリぶってますけど、パソコン使ったりして、なぜかと言いますと、ご好評いただきました中村自由案件第2弾は、インテリぶってる私が買ってよかったインテリアをご紹介するという動画の内容になっております。ということで今回は撮影場所がご覧の通りマイホームでございます。自宅でスバルと2人で撮影しておりますので、これはなかなかないじゃないですかね。普段家で、まあ事務所さんの本社のね、ビルとミリタリーウェアハウスではご紹介できない自宅に眠っている買ってよかった私のインテリア住居をご紹介するということになりますので、これはお楽しみに。はい、ではまず早速1個目のアイテムをご紹介したいと思います。少々お待ちください。こちらになります。はい、こちらがですね、ピエール・ガーリッシュのチューリップチェアと言われる椅子で、これは中村家家を買う最終回というね、あの私の休日シリーズの動画があるんですけど、その際にお伝えしてるんですけど、この自分家のエントランスにこの椅子を置くことが夢ですとお伝えしてた椅子を、あのようやく購入することができました。これ買いたてほやほやです。この椅子はね、もう何が素晴らしいって、これ1950年代のものなんですよ。で、あの元々はこのファブリックがついてるんですけど、それをあえて剥がしてアルミむき出しになってるという、なのでこのちょっと今奥でスバルがねこけちゃったんで笑いましたけど、この椅子がねもう一目惚れで、けどその頃椅子に全然興味なかったんですけど、これってその椅子好きの人の間ではすごいこう高級なものだったので、その頃でさえ手が届かない高級なものだったんですけど、それから2年近く経って金額がもうみるみるうちに上がってて、今でももうその頃からすると 1.5 倍から2倍ぐらいになってるんで、これはまずいということで、ちょっともう全然身の丈にはまだ合ってないんですけど、どうせいつか買うなら今買っといた方がいいだろうということで、あの清水の舞台から飛び降りるというベタな言葉で説明しますけど、それぐらいちょっと無理をして買いました。なのでこれはね、けど、うん、いいですね。満足度がすごく素晴らしい、あの高いです。私的にこれ玄関に置いてるんですけどね、毎朝出勤の時と帰宅する時にこの椅子が見えるわけですよ。毎日のモチベーションの糧になってますこれ。だからそれぐらい素晴らしい椅子になります。あのぜひピエール・ガーリッシュのチューリップチェア、これを機にちょっとチェックしてみてください。かっこいいです。はい、続きまして2個目はこちらですね。こちらがツアイスのウォールランプです。ツアイス、まあ、なんか詳しくは分からないんですけど、ツアイスイコンというおそらくカメラ関係 の、 あの会社のウォールランプなんですけど、このね中村家のエントランスはこのツアイスの照明がウォールランプがもう主役なんですよ。私個人的にはインテリアに関してはアメリカとかもザ・アメリカ系が好きだったんですけど、このツアイスのウォールランプに出会ってから、このヨーロッパもののヴィンテージとか、先ほどお伝えしたピエール・ガーリッシュにつながるんですけど、すごく興味が湧き始めましたっていうぐらいもう一目惚れです。これは完全に、で年代とか詳しいことは分かんないんですけど、まあまあおそらく古いものです。でこのウォールランプのいいところはこのデザインですね。シェードがすごくかっこいいんですけど、中が反射鏡になってるので、ちょっと映像で分かりづらいかもしれないですけど、中の光が屈折してここに当たってるんですよ。でかつこの角度を本当は自由に変えれるので、これを逆に上に変えてしまえば、上に照明当てて下に明かりを落とすこともできるという。で後に分かったことなんですけど、これはあの有名なコルビジェ、まあその業界ではね知らない人はいないぐらい の、 あの巨匠というかカリスマどころじゃないですね、レジェンドなんですけど、もうこのウォールランプがすごく気に入ってたみたいで、別宅のサヴォア邸かどっかの、通路にこのウォールランプがついてるらしいんですよ。それを聞いてなおうわすごい、買ってよかったなと思ってます。でこれに関しては先ほどのチューリップチェアはね、市場にはまだ、まあ、正直その金額が高値ですけど出回ってるんですけど、これおそらく今日本で買えないんじゃないですかね、どこを探してもっていうぐらい、すごい一期一会というか貴重な出会いをこのウォールランプとのあったおかげで、私はちょっとインテリアでフランスとかユーロものに興味を示したという、なんか記念すべきあの一点だったので、かなり思い入れが深いですねこれは。いやかっこいいです。なんでツアイスのウォールランプ、まあ、これを機にね、あの定期的に探して出てきたら結構即決でいいというぐらい、すごく名作だと思いますので、チェックしてみてください。
はい、ということで3点目でようやくミリタリーが登場しましたね。こちらがイギリスのジェネラルサービスのホールディングベンチですね。これはですね、あの思い出深い1台といいますか、ネイジャパと初コラボをした時に店舗であのネイジャパボブさん広沢さんたちが絶賛してくれて実際に買ってくれたんですね。で愛用あのランドローバーに積んでる形でしてもらってるんですけど、その思い出があったので、その思い出をぜひ私も共有したいなということで記念に買った1台ですね。まあだけどね、うちバルコニーがちょっと広めなんで、これ普段あの壁につけてここに座って日向ぼっこしてるみたいな感じで本当に大活躍してます。でこれのいいところは本当はこう2つ折りになるんでコンパクトに持ち運びできますんで、花見シーズンとかアウトドアとか車のトランクにね詰めておくだけで結構重宝しますし、なんか気分が上がりますね。何より群物のこのベンチで何とも言えないこのカラーリング、まあ雰囲気重視ですねモチベーションが上がるというか気持ちが上がる1台なので、まあ特に思い入れもありますから。しかもこれ BCB インターナショナル製なんです。 NATO、表記のコントラクトナンバーもついてるんですけど、っていうのもあってこれはお気に入りの1台です。なのでまあバルコニーに椅子が欲しいなとか、アウトドアする際、ピクニックする際、今からだったらお花見するときにちょっと椅子が欲しいななんて方、ミリタリーのこのイギリス軍1台渋いんじゃないですかね。ぜひチェックしてください。ぜひチェックしてみてください。これちなみに今ワイパーで絶賛販売中なので購入できるミリタリーグッズになります。ぜひ。はい、続きまして先ほどのイギリス軍に続いてまたイギリス軍のアイテムのご紹介です。こちらですね、イギリス軍のワードローブハンガーです。これねミリタリーウェアハウスで入荷した時に私がご紹介したんですけど、ちょうどその時にお話してこのニューエラのこれを買ったからもったいないことしたなって言ってたんですけど、やっぱ我慢できず買いました。ただやっぱすごかったです。見てください、これニューエラのね、まあ、ニューエラさんごめんなさいね、これキャップ2個置いてるだけでちょっとこうたわむんですよね、このプレートが柔らかいから。けどやっぱねイギリス軍のこのアイテム、この仕切りがかなり硬いプレート入ってるんで、これキャップ2個どころじゃないですよ、 T シャツ6枚入れても全然たわんでないんですね。全然形が崩れてないです。結構な重みなんですけど、さすがミリタリーと思いましたね。だからこれね、一見白の普通のワードローブハンガーだろうとか結構あるじゃないですか、スリーコインとか安いものが、やっぱ全然違いますね。これめちゃくちゃしっかりしてます。型崩れしないし重さにも強いし、だからこれはね、これ絶賛販売中なんですよ。でホワイトとナチュラルあるんで、こうやってあのウォークインクローゼットというかクローゼットの中でもこれ T シャツって結構管理するの大変じゃないですか。これもう色もすぐ分かりますし、サイズごとに分けたりとか、お気に入りのメーカーブランドごとに分けるとすごい重宝すると思いますんで、これを機にちょっとチェックしてみてくださいね。いいですよこれ。はい、続きましてこちらですね、あの先ほどまで撮影中ずっとお昼寝しててくれた中村ジュニアが目を覚ましてしまいましたのでちょっと今フレームインしておりますけれども、続きましてご紹介するのはこちらですね。こちらがですね、あのラジオではたびたびお伝えしてたんですけど、私ミリタリーのアルミコンテナボックスがめちゃくちゃ好きで、個人的にはドイツ軍のツァーゲス製のアルミコンテナすごい探してるんですけど、今なかなか出てこないということで、これはちょうど新居に移るタイミングでですね手に入れることができたユーゴスラビア軍のアルミコンテナボックスなんです。 SA78 という、まあ、1979年のものですね。これねアルミコンテナで、これは折りたたみもできるんですけどね、これのすごいところは何がすごいかと言いますと、なんとなんとこれ未だにちょっと嘘じゃないかなと思うんですけど、これってユーゴスラビア軍がパンを輸送するときに使うやつらしいんですよ。パン言える言葉だからね、本当にあのフランスパン、あの硬いやつをこれにこう敷き詰めて移動するっていう、そのノウハウっていうかマニュアル書があるぐらいなんで本当だと思うんですけど、にしてはもったいないぐらいこの雰囲気抜群でかっこいいです。なのでちょっと別の画像であのお届けしてるかもしれないですけど、ウォークインクローゼットの中にね、あの常に置いて中に洋服をしっかり詰めて使ってます。これもねなかなかもうドイツのツァーゲスが高額すぎて手に入らないので探してる方多いと思いますけど、そういった方にはぜひこのユーゴスラビアのこのアルミコンテナ SA78 ですね、これはおすすめなんで、これを機にちょっと、まあうち今入荷できてないんで販売ないんですけど、ひょっとしたらヤフオクとかメルカリとか違うお店では販売があるかもしれないんで、あの探してみてください。おすすめです。
はい、はい、ジュニア、ちょっと、はい、続きましてこちらですね、ミリタリーのコンテナシリーズ、アルミコンテナシリーズ第2弾です。あの先ほどのユーゴスラビアに続きこちらはですね、こちらはすごいですよ。私が先ほどお話したドイツのツァーゲスがすごい欲しいけども市場からはなくなって高額すぎる、稀に出てくるものもって言ってたツァーゲス製のなんとイギリス軍のコンテナなんですよ。だからある意味ドイツ軍のツァーゲスよりもこのイギリス軍にツァーゲスがあるっていうのを結構知らない人多いんじゃないですかね、ぐらい希少なものだと思います、これに関しては。でしかも雰囲気が抜群にですね、ツァーゲスってあのアルミコンテナ特有のあのシルバーの色味じゃないですか、このオリーブにこの黒のステンシルで、サイドにねメイドインジャーマニーツァーゲスのロゴが入ってるんですよ。これは雰囲気抜群です。まあ唯一の難点は折りたためないですね、ドイツのツァーゲスは折りたたみできるんですけど、ただこうやってスタッキングできるんで個人的にはまあ折りたたむ必要は正直ないかなと思ってるので、持ち運びするわけでもないですしね。これはかっこいいですし、なかなかこれは市場では出回ってないので手に入れることが入手困難な2台だと思います。だから先ほどのユーゴスラビア2台、イギリスのツァーゲス製のこのコンテナ2台はもう正直ただの自慢ですねただお伝えしたようにお伝えしたようになかなか市場に出回ることないので探している方も多いと思いますけども、出てくれば即決でいいんじゃないかなと思うぐらい、特にこちらのツァーゲス製はですねイギリスのおすすめです。かっこいいです、抜群です、ぜひチェックしてみてください。はいはい、はい、はい、ということで買ってよかったインテリア大トリを務めますのはやはりこちらでしょう。私個人的に不動のキングオブミリタリー重機でございます、米軍のフィールドデスクですね。もうこれに関しては私すごく思い入れが強くて、実はですね私あのミリタリーって洋服から入ってなくて、ミリタリーかっこいいなと思ったのはこのフィールドデスクがきっかけなんですよね。でその頃でさえも高額だったのでなかなか手が届かなかったんですけど、まああのピエール・ガーリッシュと一緒でどんどん金額が上がっていくのでちょっと背伸びしてでも買っとこうと思って買ったのがこの1台です、まあ、しかもこれに関してはねちょっと買った業者さんとのつながりとかいろんな背景があって思い出深い1台になってますので、なおさらちょっと気持ちがこもった1台になります。もうこれはね散々あのミリタリーウェアハウスでも お届けしてますので、もうなんだろうな、理屈抜きにかっこいいですね。まあいろいろその重たいとかちょっとこう使いづらいとか近代的な良さはないんですけど、もうこれに関してはもうこの見た目と雰囲気です、それだけで十分ですねっていうぐらいのかっこよさがある1台なので、あのまだね今ワイパーで実は販売中で、まあ世界中見てもこんだけ持ってるとこいないんじゃないかなっていうぐらいワイパーストックしています。なぜかというと私これが大好きだからなので、まあいつかはって思ってる方はぜひとかね言ってたら、ちょうど昨日収録したラジオでお便りがあってですね、なんと小学校1年生の勉強机でフィールドデスクを買いましたというお便りをいただいたんですよ。さすがにそれはすごいなと思ってちょっと衝撃を受けてますけど、まあ、それぐらいあの後々にはね価値の上がるものですし、これ代々受け継げるものじゃないかなと思ってますので、ミリタリーインテリア重機をお探しの方で、まあ、これねそのポップアップとかお店とかでも使えますんで、これを機にぜひご検討いただければと思います。なので米軍フィールドデスク、こちらお見逃しなく、おすすめです。はい、ということで今回の中村自由案件は買ってよかったインテリアということで、まあこれはなかなかね普通のシリーズではできない、まあ、我がマイホームに眠ってるミリタリーの重機だったりフランスの、ヴィンテージのインテリアをご紹介できました。これはね私念願叶いましたね。前回お伝えしてたエントランスにピエール・ガーリッシュのチェアが来たということで、中村家ちょっとコンプリートしたかなという今1段階目ですけどね、まあ、前回がね超売れ筋じゃない、そこそこいいものをご紹介して、今回は自宅に眠ってるインテリア重機ということで、まあ、いつもと違う角度でこの中村自由案件をお届けしておりますので、次の第3弾もですねちょっといつもとは違う感じの趣味思考でお届けできると思いますので、次回の中村案件第3弾でお会いできる日までお楽しみに。バイバイ。はい、はい、いいっす。